メジャーリーグ機構 MLB は、日本時間17日に行われるオールスターゲームの先発出場野手を決める最終ファン投票の結果を3日に発表。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は、ナ・リーグ外野手の4番目で、惜しくも涙を飲んだ。ドジャースで先発出場するのは、指名打者の大谷翔平選手だけとなった。間違いなく選出されるべきだ。オールスターで見れないのか。間違いなくオールスターに値する。何かの間違いだろ。僅差だったのに、惜しかったなぁ。いい場面で活躍する選手だから、残念だ。投票では選ばれなかったか。今年の主役のチームはナショナルリーグならフィリーズで、アメリカンリーグならオリオールズ。投票の呼びかけ方が上手いのも要因の一つ。熱狂度はドジャース、ジャイアンツ、ヤンキースの方が上だと思うけど、歴史と人数ではなくファンの熱狂度だと、フィリーズとオリオールズはもっと上。過激的で下品なファンもいるけど、良い場面で印象に残る勲章だも多く、素晴らしい選手だからぜひオールスターでも見たい選手だったのですが残念ですね。アメリカのスポーツ紙の記者によると、ドジャースは宣伝下手なのだとか、どんなタイミングでどこへ投票すればよいか、というような基本的な情報もドジャースの公式ホームページには明確に載っていないのだそうです。人気面やろなぁ。タキスは嫌う人も結構いるらしいけどスター性あって、ファンもかなりいるっぽいから、タキスが離脱してから票が伸びるのは解せない。3位はテオスカーでもおかしくなかった。でもタキスジュニアってIL入りしてなかったっけ？テオスカー繰り上がりとかないのかな？最近調子良いとはいえ、OPS は 0.8 切っているしね。やっぱり大谷の人気って、あっちでもすごいんだな。ドジャースのフォロワーを考えたらおかしいよねー。評価鬼出てたね。人気投票だからね。実力だけじゃなくて、スター性大事なんだな。ビジュアルとか、パフォーマンスとかも大事なのね。さすが大谷さん。でお、残念すぎるけど、活躍期待してる。